正直言いまして現在2人の議員です。まあ、とにかく何かをやるにしてもですね、共産党の議員を皆さんのお力でたくさん増やしてほしい。まあ、4人以上になれば議案提出権も獲得できますし、より一層強固な議員団を確立する中で住民の声はしっかりと議会に届け、そして市政に反映できると思います。まあ、いろんな方とお話ししますと、今の暮らしは大変だという方がたくさんおいでになるんですけども、例えば高い国民健康保険料を安くしてほしい、税金を引き下げてほしいと、まあ、こういうような切実な声がたくさん出ております。私は一番最初に議会に出た時にですね、選挙の時に街頭でマイクを持って訴えておりました。まあ、寒空の下での街頭の宣伝でしたけども、少し離れたところで70代の方がずっと最初から最後までいろいろと身を傾けてお話を聞いてくれました。で、街頭宣伝が終わった後に早速その方のところに飛んできまして、握手を持てますと、ギュッとこう手をですね握り返してくれました。ありがとうございましたと言うと、その方は言葉は発しなかったんですけども、よく顔を見るとですね、目に涙をこういっぱい溜めていたんですね。で、そういう方の思いが今の私の議員活動の中心にはなっておりましてね、こうした皆さんの思いをですねしっかりと市政に届けなければならないというようなことが一番こう議会活動の中で原動力になっております。本当に誰もがですね安心できる、そういう姿勢を、まあ、いろんな分野で実現させていきたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。ですね、まあ、思いという点ではですね、まあ、現実の中でいろんな方の生活相談があります。まあ、生活保護のお話もありますし、まあ、その中ですね一つだけ例を挙げさせていただきますと、まあ、本当に暮らしが大変で、兄弟で、これは公園で野宿をしていた方がおりました。で、その方はどこからか気をつけて私のところに何とかしてほしいというこういう相談になったんですけども、まあ、そういう方の相談を受ける中で、まあ、生活保護制度というのがありますけども、その生活保護制度を一緒に市に行きましてね掛け合って、それで、生活保護制度を受けるようになったんですね。で、その方は現在元気でご兄弟で、生活をしておりますけども、実はこういうふうに大変な方がたくさんおります。まあ、こうした声をですね、まあ、待っているだけじゃなくて、今こちらからですねどんどん、市民の中に入って大変な皆さんの声をしっかりと受け止めていく、まあ、こういうこともですね長いこの議員生活の中でこれまで以上にね、頑張らないかな、まあ、そういうふうなこう実感を持っております。まあ、そういう立場でまた頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい。